前科3番893番チョイキタロウです。自動車盗難で頻発しておりまして、いわゆるキーレス、要するに電子キーの車が盗難されるということで、そのリレーアタックという形の盗難者が盗難されることが増えてるということで、その鍵から電波を拾ってエンジンをかけて開けてかけてしまうということなんで、その鍵自体を鉄製の入れ物に入れて保管するだとか、袋に入れて保管する。私が聞くところによりますと、もうそんなものは、まあ確かにそれも一つはあります。それも、あるんでしょうけども、もうそんなところじゃなくて、その車が何であろうが、開けてかけて走らせることはもうできる。ただしですよ。持ってって次からかけるっていうと、本当に、外国製の高級車になるとそれが無理だっていうことがあるみたいです。要するに本国のコンピューターにつなげれなければもう二度と書き換えが動かすことができないっていう風になってるんで、部品取り代しかできないっていうようなことがあるみたいで、もうその車は数千万単位になりますからなかなかっていうことなんですが、国産車の場合のエンジンはほぼほぼかけて動かしてしまうと。その機械をどこで作ってるかって言ったら、まあ、中国と思うかもしれませんが違うんですね。どうも、せいみたいです。ですから、それの解明ができないって言ってますね。どういう組み立てで、どういうような形で、どういう風にするのかわからないですけど、で、組み立てて、のものを持ってきているって言っていますね。では、どうすればっていうこと。やはり、盗まれないことに関しては、ハンドルロックだとか、自宅にカメラをつけるというようなことは、やっぱり有効的で、盗まれない車はないということを知ってしまったというお話です。外車の派手な形だとか、わざとそういうのをエアロパーツつけるとか、そうした方が煽られないからです。みっともないけど、ホイールを変えて、車高を下げて、後ろに跳ねつけると、そういうことないです。マフラーがボーっていったら煽られることないですよ。これが私が何台も何台も車乗ってきて、それが実感ですよ。ちょっと前の車でクラウンをベタベタにしてマフラー変えたら煽られるなんていうことは全くなかったですもんね。あ、これは楽だ。だけど、ほんとそうなんですよ。これ笑い話じゃないですけどね。ほんとベンツでも車高を落としてタイヤの幅変えてマフラーを変えて、そうするだけで変わるんです。ほんとに。あのヤンキー車にしちゃえば煽られること全くないんですよ。やっぱり女性でも普通の人でも形が異様になってくるとそれは違うと思うみたいですよ。で、一番いけないのは子供が乗ってます系のやつは良くないと思います。子供が乗ってます、安全運転してる、遅いから邪魔くさいって思う人がいるんですよ。性善説で子供が乗ってるから優しくしてあげよう、初心者マークの運転だから分かってあげようなんていう人ばっかりじゃないっていうことですよ。あれは良した方がいいです。Thank you.